市場で本当の競りはこういくらいくらって
上げ競りになったりしていくんですけど、今日は特別にお祭りなのでじゃんけんという形で、この部位をこの金額で欲しい人って言って手を挙げてください。で僕と一緒にじゃんけんしましょう。で、今日冒頭に説明があったと思うんですけど申し訳ないですよ、お子様のじゃんけん参加はなしです。今回からお願いいたします。1番からですね順番に、競りをしていきますが、じゃんけんで勝った方は前に来てその番号の札を取ってこちらでお会計をしてください。せっせって勝ったのに都内で帰っちゃう人が多いので必ず勝った方は責任持ってね、前に来てマグロを持って帰ってくださいね。せっかく美味しいマグロなんで。というわけでですね、準備の方ができたです。皆さんよろしいでしょうか。今日はね、雨の中ありがとうございます。たくさんのお客様に来ていただいて。全員にはきっと聞きませんが、よろしくお願いします。さあ、1番のカワー、大トロ。8000円、欲しい人。お子さんなしですよ、大人だけ。さあ、行きます。僕に勝った人ですね。相手と負けた人は手を下げてください。最初はグー、じゃんけんポン。はい、カラーの人だけ上げてくださいよ。もう一回いきますよ。さあ、カラーの人だけいきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。さあ、カラーの人は1、2、3、4、5、6まで。さあ、3人ですか。1、2、3人。じゃあ3人でジャンプして準備してください。はい、最初はグー、じゃんけんポン。はい、こうでしょう。はい、チョキのお兄さん、ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、次2番、こちらも大トロ屋上、8000円です。はい、欲しい人、行きましょう。最初はグー、じゃんけんポン。グーの人、ちょっと下げてください。はい、グーの人だよ。最初はグー、じゃんけんポン。はい、チョキの人、1、2、3、4、5、覚えてみよう。最初はグー。